4月21日、松山市南堀畑町のリジエール松山で、第53回チャイパの集い in 松山が行われました。これは一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会が主催するもので、インターネットに携わる事業者が一堂に会し、日頃の課題等を検討し、次のステップに進めるような情報交換や共有を目的に開催されました。また開催地の活動を来場者に紹介する場にもなっており、53回目となる今回は全国の各事業者の代表など107人が参加しました。今回コロナでですね、なかなかこう開催ができなかったんですけども、ここ松山で久しぶりに開催することができて、非常に喜ばしく思っています。今回のイベントではですね、そうした方々が、それぞれ、各事業者の抱える課題、業界全体の課題、それからこう社会全体のテーマ、そういったものの取り組みをですね、一堂に会して、リアルにコミュニケーションすることによって、いろいろな意見ですとか解決に向けてのアイデアとか、そういったものをですね、共有するという場にしていきたいというふうに考えています。何度かこれを今コロナ禍で本当に厳しいんですけど、映像配信とか 8K とか、そのことも駆使しながら何とか産業になることを一生懸命できないかなということで、日々、頑張っているところでございます。台湾の本部だったりとミーティングっていうのももちろんウェブ会議がしたいですが、本当に創業時ではあまり考えられてなかったことが当たり前になっているというのも本当に IT のイベントの後半には、地方創生としてのローカル 5G の現状と今後についてパネルディスカッションも行われました。バスエルさんの時にも、愛媛では実は違うんだということでプレゼンをさせていただいて、2020年にワイヤレスの職員を設立しました。次の申します。各事業者全国でですね、活動される方というのはまだまだその地域のですね、通信の課題であったり、それから最近では、消費者保護、利用者の利便性をですね、さらに向上していく等々の課題があります。それらをですね、利用者の方々の利便性、そして、事業者を発展していくためのですね、取り組みを、協会として、まとめて積極的に発信していくというふうな活動につなげていきたいと思っています。各事業者はタイムリーに情報収集発信を行うことで、共通の課題へ取り組み、共により良いインターネットの未来を目指すことでしょう。